はようございます。今日も雨です。すっごい降ってます。雷も鳴ったりしてランプが散歩に行けなくてしょんぼりしてますね。まあ連日こんな感じなので、まあ、なんか絵の練習をしたりしてるんですけど、最近描いたのはね、これ失敗しちゃったんですけど、これは熊本県の天草というところの佐吉教会。ここはねすごく不思議なとこなんですよ。もう漁村なんですけど、港があって集落があって、そこにね立派な教会がドーンと立ってるんですよ。でそのすぐ近くに神社の鳥居があったりしてね、とても面白いところで、こっから結構遠いんですけどね。ただねこれ万年筆でちょっと海沿いの町だから、ブルーブラックのインクで線を描いて、で後からコピックでアルコールマーカーで影をつけていたら、この万年筆のインクがまだ乾ききってなくてちょっと滲んじゃったんですよね。まあでもそれはそれでなんかにじみを利用するのもありかもなぁと思いました。あとはまあこんなクロッキーですね。銀が寝てたのでそれをささっと模写してみたり、これは僕のこの小屋を、これもねなんかね15分っていう制限時間15分でパパッと書いてみるっていう練習をしてるんです。あとこれね、これは洞爺湖、洞爺湖に、僕洞爺湖って行ったことないんですけど、北海道の洞爺湖の湖のほとりにこう点々となんか彫刻があるらしいんですよ。で僕このなんて言ったかな、月の光っていうタイトルの彫刻なんですけど、でこれをねなぜ知ったかというと、アンソニー・ホプキンスのファーザーっていう映画を見たんですよ。その映画の、それとってもいい映画なんでぜひ見てみてください。そのね、その映画のかなり終盤でこの像が出てくるんですよ。舞台はロンドンなのかな、だからロンドンにもこれがあって、で同じものが北海道の洞爺湖にもあるらしいんですよ。だからロンドンに現物を見に行きたいなと思ってたんですけど、北海道にあるならとりあえず北海道のを見に行こうかなと思って、近いうちに行けたらいいなと思っています。これはまあちょっとペンで木を描く練習をしていました。これはなんか模写とかじゃなくて特にどこにもない風景です。まあ、これはまだ途中なんです。それからこれはね、僕ちょっとうまく描けたなと思ったのが、これはね広島の原爆ドームです、これもねささっと線画で描いて、ね、このねフレームを描くっていうのは YouTube でこういうペン画のチュートリアル動画を見たらね、こうするとなんか自分の構図が決まるからっていう風に言われてたんで、やってみたらね確かに、なかなかこれがあることでこの自分が切り取った感じがありますよね、あとは
これはね、あのフランスのパリにある建物なんですけど、この1階がマクドナルドになってるんですよ。こんなすごい歴史的建造物で1階がマクドナルドっていう僕今世界一行ってみたいマクドナルドなんですよ。ここなんかここの真ん中に像がね、これがね、なんかビールの王様らしいんですよね。なんかこの建物が何なんだろうな。後でちょっと先に調べとけよって話ですけど、ちょっと調べときますね。なんかね、ここにちゃんとマクドナルドの M マークもついていて、なんかヨーロッパってこういうのが面白いですよね。なんか歴史的建造物、なんか僕チューリッヒに行った時も、あのすごく古い建物の中に Google のオフィスが入っていたり、そういうとこが古い建物がたくさん残っていて、それをねずっと大事にメンテナンスしながら使ってるっていうのは素敵だなと思いました。で、今日、このビデオと同時ぐらいになるかもしれないですけど、あのこっちのチャンネルで、あのノクターナル東京ストリートフォトグラフィー2009から2012っていう動画をシェアしてるんですけど、これはちょっと実験的というか、僕が東京に住んでいたもうかなり後半ですね、夜眠れない時に僕カメラを持って、カメラと三脚を持って街をうろうろ歩き回って、なんかなんてことない写真を撮ってたんですよ。もうなんだろうな、台風が過ぎてなんかその辺の自転車が倒れてるとことか、ほんと民家の裏とか駐車場とか電話ボックスとか自動販売機とか、そういうなんかあのいわゆるインスタ映えというか写真映えしないようなところをあえて真夜中から明け方にかけてなんかひたすら歩き回ってうろうろしてた時の写真をあのスライドショーにして動画にしました。これがね、すごいなんかたくさん撮ってあったんですよ。そのうちの多分150枚ぐらいなんですけど、なんか全部夜の様子なんですよね。で、夜なんですけども東京ってその街の明かりとかがあるから真夜中でも結構明るいんですよね。だから、その感じがね、ちょっとこの辺の山の中とは全く違う感じで、久しぶりに見たんですよ、自分でも。この動画を作る際に、あ、こんな写真撮ってたなと思って、なんか割といいなと思って、都会なんだけど、人気がなくて静かな夜、なんかねちょっと面白いと思うので、お好きな方もいるんじゃないかなと思って今回シェアしました。動画の長さはまあ27分ぐらいですね、で、まあ別に騒がしい動画でもないので BGV として流しといてもらえると嬉しいなと思います。病院の待合室とかってこういうの流してくれたらいいのになと思うんですよ。なんか病院に行くと待合室でね、すっごいワイドショーとかなんかうるさいのがずっと流れてるんですよね。もう全然そんなの見たくないのに。今週はもう月曜日になりまして、今日はまあ祝日ですね。日本では3連休の最終日です。こんな雨ですけど、で明日からはちょっと雨止むみたいなので、なんかいろいろやることが溜まってますね。じゃあそんなわけで今週もよろしくお願いします。あ、そうだ、前回、前々回ぐらいかな、僕見よう見まねでいろんなことを習得してるって言いましたよね。で、あれはね、
皆さんにもそうしろって言ってるわけじゃないですよ。僕はたまたまそのやり方でなんとなくうまくいってるっていうだけで、うん、まあもちろん人によってね、なんかいろんなものの覚え方は違いますからね。人から習った方がうまくいく人も多いと思うし、なんならそっちの方が多いのかもしれないし、僕もね、サックスはずっと2年間ぐらい独学でやっていて、3年目に入るってところで先生に習うようにしたんですよね。やっぱりね、どうしても一人でやってると限界を迎えたりもするんですよね。やっぱり理論とかがね、多分独学でもできるんですけども、習った方が早いんですよね、うん、習うの もいいなと思いました。なんかね、無責任にね、独学の方がいいんだって言ったつもりはないんですけどね、うん、もし誤解されちゃったら良くないなと思って、それでは。